スティーブン・オースティン、スティーブン・フラー・オースティン、スティーブン・フラー・オースティン、1793年11月3日1836年12月27日は、テキサス州へのアングロ・アメリカ人の入植を推し進め、テキサスの父として知られる人物。現在のテキサス州の州都である、オースティン市や軍名である、オースティン軍、中道チェスにあるスティーブン・カイ・オースティン州立大学。 およびいつかの K1 に、大学入学前の初中級スクールに今もその名が、残っている。スティーブン・カイ・オースティンは、米南西部バージニア州のリッチモンドの南西2 5 0トルに位置する、ワイズ郡にある沿行山の町で、父モーゼと母、マリアの間に、第二子、長男として生まれた。第一子、長女エリーザは、生まれて一月で亡くなっている。 1798年6月8日、彼が5歳の時、ミシシッピ川の40マイルにし、現在のミズーリ州にある沿港山の町に家族と共に引っ越す。ここで彼の父親は、スペイン人知事であるゼノントルドーの許可を得て、ウルターニュ鉱山を買い取る。さらに1813年には議会に働きかけを行いこの地に、新しい軍、ワシン軍を設立し、 軍庁所在地を置くことに成功する、現在のミズーリ州ワシントン郡、ポトシ。町の名前である、ポトシは、ボリビアにある、世界最大、当時の銀行さんを有する町であるポトシにちなんで、付けられた。スティーブンが10歳になった時、コネチカット州のベーコンアカデミーに進学し、さらに、ケンタッキー州歴シントンのトランシルバニア大学へ、進み1810に卒業する。 ケンタッキーからポトシに戻った直後、スティーブンは家族が経営する雑貨店に勤めたが、最終的には父から家族の鉱山事業の大部分の管理を引き継いだ。1813年5月24日にはミズーリ民兵機種に任命され、9月後半にはアレキサンダー・マクネア大佐の率いる第一連隊の新兵として入隊した。 1813年10月21日には補給係小幸福官として除隊。1815年にはミシシッピ川西岸では初めてのロッジであるミズーリ州セント、ジェヌビエーブにあるルイジアナ第109ロッジでフリーメイソンに行った。その後セントルイス第111ロッジにメンバーシップを移した。1815年から1819年にかけて、 ミズーリ地方の大議員を務め、セントルイス銀行の危機救済に際しては、その影響力を行使した。ミズーリにおけるファミリー会社の失敗の後、1820年に、オースティンは新たなチャンスを求めて、アーカンソー州に移り、商品取引や土地投機に関わった。すでに1818 18年に、南西アーカンソーのレッド川沿いのロングプレーリーと、 呼ばれる地域の土地を入手していた。アーカンソーでは、知事から第一管区の巡回判事に任命されたが、仕事をしたのは1820年7月から8月に、かけてのわずかな期間で、すぐに、ルイジアナに移ってしまった。11月には、ニューオーリンズの法律家であり、元ケンタッキー州議会議員のジョセフ・ホーキンス家で、法律の勉強を始めた。 スティーブンがニューオーリンズに滞在している頃、彼の父モーゼはサンアントニオを訪れ、当時スペイン領であったテキサスうちの土地の入植認可を受けた。彼はアメリカ人カトリック教と300世帯をここに入植させることを意図していた。スティーブンはこの父親の冒険的事業を一緒に行うことには気が進まなかったが、ジョセフ・ホーキンスは父親を指示、援助せよと迫り、 結果的にはこのことが彼の人生の転機となった。父、モーゼ・オースティンは1821年6月10日に死亡したが、スティーブンは蒸気船ビーバー号に乗り、エラズモセグイン率いるスペイン政府関係者に会うために、ニューオーリンズを出発した後だった。父の死を知ったのは1ヶ月後の7月10日、ルイジアナのナケテシュにおいて出会った。知らせにショックを受けた。 世界で一番愛情と情に熱い父親の一人でした。ヒズ・ホルツ、アイ・ナウセイ、アンド・オル・エズ・ハブ、ワー・ノット・オブ・ザ・ハート。彼らの一行は、スティーブンの父親の受けた入職の再認可を求め3週間をかけ300マイル先のサン・アントニオに8月12日到着した。知事アントニオ・マルティニスは再認可を出し、サン・アントニオとブラゾス側の間の メキシコ湾岸地帯において、開拓、植民に適した場所の求むための調査許可を与えた。探検調査には、マニュエル・ベセラ及び3人の荒生インディアンがガイドとして同行した。スティーブンは、ブラゾスとコロラード両川に沿った土地が利用可能であると調査結果を公表し、ニューオーリンズで広告宣伝を行った。夫婦及び2人の子供を持つ家族では、 1>, 1エーカーあたり12.5セントで1280エーカーの土地を得ることができる。1821年12月、アメリカ人初の入植者が海や川を渡り現在のテキサス州、ホートベンド郡に到着した。メキシコ独立革命とその結果としての1821年のメキシコ大一帝政の成立はオースティンの入植計画に混乱をもたらした。 皇帝アグスティン・デイ・トルビデによる臨時政府議会は移住、入国者を規制する新政策に基づき、スペイン領時代の土地払い下げの再認可を拒否すると、マルティネス知事を通じて通告してきた。オースティンは父親の受けた認可の再承認を得るべく議会の説得工作のため、メキシコシティに出向き、1823年1月3日に、なんとか、 スペイン人皇帝による法律への署名を得た。この法律は1家族当たり1リーグ、4428エーカー、放牧用、プラス1レーバー、177エーカー、穀物栽培用の合計4605エーカーの土地の工作を認めるものであった。また、移民を促進するため、移民に関する圧線代理人を指定し、これをエンプレサリオと呼ぶことも定められた。 オースティン自身もエンプレサリオとして6万7000エーカーの土地を彼が誘致した200家族の報酬として得た。法律によれば移民者は政府に対しては何らの支払いも要求されていなかった。このため移民者の中にはオースティンの権利としての1エーカーあたり12.5セントの手数料の支払いを拒否する者も,も現れ始めた。 メキシコ皇帝アグスティンが1823年3月に退位したとき、各州の法律は再び無効となった。1823年4月、オースティンはテキサスに300家族を受け入れる契約が取れるよう働きかけた。1824年にメキシコ議会は各州に裁量権を与え、ある条件下で公有地の公開と植民を許す新しい移民法を採決した。 1825年には、コアウイライテハス州議会は、イトルビデ時代と同様な法律を別した。この法律は、エンプレサリオ制度を継承し、既婚男性一人につき4,428エーカー、一リーグを与え、植民者は6年以内に、国へ30ドルを支払わなければならないというものだった。1825年後半までに、オースティンは、 最初の300家族の入植を完了させた。彼らは今日テキサスのオールド300と呼ばれている。さらにオースティンは1825年から1829年にかけて900家族の入植契約を結んだ。彼は入植者の中で民間と軍隊の両方に顔が聞いたが早い時期からアメリカの法体系を持ち込み、1827年11月には コアフィライテハス州憲法にそれを盛り込んだ。また、入植者保護のため、非正式な小規模武装集団を組織したが、これが後のテキサスレンジャーである。彼の希望にもかかわらず、オースティンはその努力の割にはわずかなお金しか稼いでいなかった。入植者たちは彼のエンプレサリオとしての仕事に対する報酬を払う。 気はなく、得た金銭は政府及び他の公共事業のプロセスに使われてしまった。この頃、オースティンはテキサスにフリーメイソン団を設立しようとしていた。メキシコの教養のある階級では、フリーメイソンの考え方が確実に定着していた。すなわち、ブルボン家に忠実な上流階級の間では保守派が秩序を完全にコントロールしていた。1827年まで、 メキシコシティに住むアメリカ人がそれまでのヨーロッパ式スコットランド儀礼に借り、よりリベラルなアメリカ式のヨーク儀礼を広げた。1828年2月11日、オースティンは役員の選挙と新しいグランドロッジをメキシコシティに設立する許可を得るための誓願を行うためにサフェリペの集会に参加した。オースティンはそこで新しいロッジの ワーシップファルマスターに選出された。請願書はまたもろすに届き、さらにメキシコシティに改装されるはずであったが何の音、すぐるもなかった。1828年までメキシコ支配改装はテキサスのリベラルな風潮が独立運動へつながるのではという心配をしていた。アメリカのフリーメイソンの政治哲学に完全に気がつき1828年1025日には、 フリーメイソン団を非合法化した。彼は貿易にも熱心でメキシコ当局者の関心を買うためにアメリカ人エンプレサリオであるヘイデン・エドワーズの起こしたフレドニアン暴動の鎮圧に手を貸すなどした。しかし1832年までに1万1000人を超える入植者がオースティンの言うことを聞かなくなりメキシコ政府も植民地を成長させ 彼らからこの州を買い取ろうとするアメリカ合衆国の努力に対し協力的ではなくなってきた。メキシコ政府は1830年4月までにアメリカからの移民をストップさせようとした。オースティンは再びその手腕を活かして彼の植民地だけは例外とさせることに成功した。移民の規制や特恵関税法の導入などにより移民たちの不満が募り、この不満は アナウワク相乗事件などでピークに達していた。オースティンは傲慢なアントニオロペスでサンタアナを死してでもメキシコの政界に介入する必要を感じた。サンタアナ支持の見返り年1832年の集会では移民の再開、関税への免除、コアウイラ州から分離したテキサス州の起立度を要求することを決議した。オースティンは内心では全面的に賛成することはできなかった。 むしろ、今は、時期が悪いとして、求心勢力の説得に当たった。しかし、翌1833年に行われた集会でも一層内容が、膨らんだ、要求の決議が行われた。オースティンは1833年7月18日に、メキシコシティに出向いて、副大統領のバレンティン・ゴメス・ファリアスに面会した。ここで、移民停止の棚上げなどいくつかの成果を得たが、 テキサス州の分離は叶なわなかった。一州として起立するためには人口が8万を超えていることが必要だったが、当時のテキサスのそれは3万人しかなかったからだ。メキシコ議会には9月まで会うことができないと通告されるなど、オースティンは事態の進行が遅いのに苛立っていた。苛立ちの中でサンアントニオの行政長宛てに手紙を書いた。内容は コアウイラ州から分離するために、テキサスのすべての地方行政庁が結束することを促すものであった。1833年12月10日、ルイス・デラ・ロザと共に馬車に乗りメキシコシティを離れ600マイル、先の北方を目指した。翌年1月2日に、途中のサルティーリョの町において逮捕された。理由は、前年10月に書いた手紙の内容が反乱罪に当たるというもので。 知事フランシスコ・ビリアセニオールの命令で司令官、ペドロル・メスが執行した。オースティンは、メキシコシティに送り返され、異端新聞刑務所の十五番独房に放り込まれた。その後の数ヶ月は、刑務所を出たり入ったりを繰り返したが、テキサスの二人の弁護士、ピーター・グレイソンとスペンサー・ジャックの働きで、釈放された。オースティンがテキサスに戻った時には八百三十五年になっていた。 オースティンのルス中、テキサスの移民とサンタアナの中央集権政府との対立はさらに深まっていた。1835年10月12日から12月11日にかけてのベハル包囲戦においてはオースティンが一時的だが、キサス軍の指揮を取った。怒ったサンタアナの率いるメキシコ軍は1835年夏のアナウワクやベラスコにおける創上事件の経験から、 素早く準備を整え、テキサスのアングロ人一層を企てた。本格的な戦争は1835年10月にゴンザレスで始まった。1836年4月21日、サンジャシンとの戦いで劇的勝利を収め、翌朝にはサンタアナを捕虜にした時点で、テキサス共和国は1836年3月2日に起草した憲法の下、独立を勝ち得た。 1835年12月、オースティンは、ブランチ・アーチャーとウィリアム・ワートンと共に、アメリカ合衆国から、テキサス共和国のコミッショナーに指名された。1836年6月10日に、サミュエル・ヒューストンからサンジャシンとの戦いにおける、勝利の一報を受けたとき、オースティンは、ニューオーリンズにいた。8月には、テキサスに戻り、ピーチポイントで休養した。 8月4日には大統領に立候補することを表明した。選挙の2週間前、8月20日にサミュエル・ヒューストンが立候補するまでは、オースティはこの選挙に勝てると確信していた。オースティンは書き記した。昔からの移民者たちの多くはヒューストンに投票するだろう。彼らは重大な事柄を見極めることができないのだ。ヒューストンはテキサス東部とレッドリバー地域。 そしてほとんどの兵士から得票した。オースティンの得票587に対してヒューストンは5119票、ヘンリー・スミスは743票であった。1836年10月28日、ヒューストンはオースティンをテキサス上院の長官に任命した。しかし、同年12月、新首都コロンビアで重い風を患い、医者が呼ばれたがすでになす術がなかった。 12月27日正午、肺炎のためジョージ B ・マッキンストリーの家に置いて死亡した。最後の言葉は、テキサスの独立が承認されたぞ。新聞を見たかであったという。オースティンの死の一報を聞いたヒューストンは公式に宣言した、テキサスの父はもういない。荒野へ第一歩を踏み出したパイオニアは旅だったのだ。遺体は、オースティン氏の州立墓地に埋葬されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。